好きなニュースや番組の感想を書いてブログにアップするだけで月100万以上の収入を得ることは本当に可能なのかはい可能ですオードリー春日フィン水泳世界大会でメダル獲得していた個人10位もリレーで悲願達成お笑いコンビオードリーの春日俊朗さんが今月6日にイラベンナで開催されたフィンスイミング箸ひれを装着する水泳競技のワールドカップマスターズ大会で メダルを獲得していたことが分かった。春日さんは、同大会に、日本代表の一員として参加。個人種目の、男子50メートルサーフィス、シュノーケル使用可能では、順位に終わったものの、その後の団体種目、4×100 メートルサーフィスリレーにも出場し、チームを表彰台に導いたという。メダルの色や獲得の瞬間や、喜びの様子は、20日放送の番組、炎の大陸会テレビ、TBSK で明らかにされる。 春日さんのフィンスイミング挑戦を約10ヶ月にわたって密着してきた番組スタッフによると、メダル獲得の見込みはあったといい、春日さんがやり始めると、絶対に手を抜かない男。こちらの要求に、文句一つ言わないし、コーチが止めるまで練習を続ける。そんな春日さんのストイックさにかけてはいましたとコメント。また、10位に終わった個人種目に関しても、春日さんの得意とするアブニア、潜水ではなくサーフィスだったのと、現地入りが前日だったのが悔やまれる。忙しい身なのでしょうがないのですが、 もう少し、スケジュールに余裕があれば、もっといい成績は残せたでしょうと悔しさをにじませた。また、同番組では、フィンスイミングと並行して、春日さんのボディービル挑戦を追ってきたが、体作りという面で、ボディービルと浮力、脂肪が必要となる水泳では大きく異なる。これは、短距離走者にマラソンをやらせるようなことなんですと話すと、アスリートとして世界で活躍してから、芸能界入りした人はたくさん見てきましたが、芸能界で活躍しながら世界に行き、 かつメダルを取ったのは春日さん以外ほとんどいない芸人ではパワーリフティングの鍋や換算さん以来の快挙になると思いますねと話していた炎の体育会テレビオードリー春日フィンスイエー世界大会に完全密着 SP は20日午後6時55分から放送されるネット上の反応本当にすごい人なんだな今や日本を代表するアスリート二足ならぬ三足のわらじ白人この先どの方向で行くのかはわからないけど 今後も頑張ってください応援します。本当にすごい人。才能もあるかもしれないが、努力も素晴らしい。おめでとうございます。これからも活躍期待してます。春日大好きだ。おめでとう。これからも頑張れ。芸人と並行してフィンスイミングも頑張っているオードリー、春日の努力は並大抵ではないです。春日さん、本当にすごいわ。おめでとうございます。これからも頑張ってください。